クリームクラフトのリフレクソロジストゆきかです。偏頭痛、もう慢性的に起きてる頭痛、もう辛いですよね。もう常にね。あのカバンにあの薬を入れて常備してる方いっぱいいると思います。うん、もう体質だからもう長年こんな頭痛があるからもうしょうがないんです。 サロンにいらっしゃる方もよく言われるんですけどいえいえまだまだやれることあると思いますよ。えっ、ー、とねまずうーんいろんな理由があると思うんですけど偏頭痛が起きる、えー、今回はえっ、ー、とね三叉神経三叉神経というね場所をよく揉みほぐしたいです。三叉神経のの場所はですね,、えー、とね目の 目のねあの神経とこの上あご下あごこの3つのこの神経がねここで交差したところちょうどこめかみあたりですここに三叉神経がありますここをねよく揉みほぐしましょうそれとえっ、ー、とね首まあ首はね大事ですよね首の血流もねよくしていきたいんです足の 三叉神経の場所、ええー、とね。両方にあります。親指のここのちょうどこっちとこっちね。ここに三叉神経の反射区があります。それから首は親指の付け根です。ここをね、あのー、今回よく揉みほぐしてみましょう。それではえっ、ー、とね。三叉神経の場所を確認です。 結構ね難しい場所にありますよ。まず親指のえっ、ー、とね、えー、この内側このここにあるのね。でえっ、ー、と目安としてはここに骨が両方ともにちょっと触ってみるとわかります。骨があります。でね骨のこのこういうカーブがあってこの骨の上上あたり 上って言っても、骨の上じゃなくて、骨の上、斜め上ぐらい。ここぐらいがね、三叉神経の場所になります。ここにこう圧を入れたいんです。でもね、なかなか入れづらい。親指をしっかり私持って、それでこんな風にグーッとここにグーッと圧を入れます。 こういうふうにその時しっかり親指持ってってあげると動かなくて圧がしっかりぐーっと入ります。こういう感じにね入れていきます。なのでそうだな場所だけ確認したらうんとねこうやって圧を指でこうやって加えてもいいし こんな風に挟んでこっちとこっちでギュッと挟んでます。こんな風に圧を入れてもいいんですけど、場所だけしっかりね、骨の上じゃなくて骨の斜めちょっと上ぐらい、ここぐらいですよ。ここぐらいに圧をぐーっと加えていきます。すごくね硬くなってると思うんです。頭痛がある方は。 この三叉神経をやっぱり緩めてあげないとね良くないですよね。ここが三叉神経です。はい。次にえっ、ー、とね首首もこの親指のこの付け根ここのこの関節ここをねしっかり揉みたいの。 でもねえっ、ー、とねどうしたらいいかなうんとこの首、えー、と首の反射区をするのに親指をよーくこうやって回してあげるそうすると自分のこの首をね回してるようなもんなんですよだからよーくここをまず揉むそれから私はねこういうふうにやってる。 こういう風に。首のところをぐっと挟んでっていうのは親指の付け根をこうやって指でぐっと挟んでそしてね。キューってね。引っ張り上げるみたいな感じ。ぎゅーっと引っ張ってください。ぎゅーっと。ぎゅーっと。こんな感じでやると結構ね。気持ちいいの？ たぶん血流よくなるんだと思うんですすごくねスーッとします親指の付け根をギューッと引っ張る感じ上に上に引っ張ってそして親指をくるくるくるっと回したりすることによってすごくね緩んでいきますぐーっとこんな感じです 今回は片頭痛からもう脱出したいね。なるべく薬を飲みたくないですよ。だからこのね。親指。それから三叉神経のね。反射区をしっかり緩めて、そしてもうお薬からバイバイですね。